幸せ列車に乗りたいな。はい、皆様こんばんは。オーストラリアからお送りしておりますソーシャルメディ TV、 今日は特別版ということでお送りしますけれども、人の目を気にせずに楽に生きるために黒猫が教えてくれた9つのこと、ね、ちょっと長いタイトルなんですけれども、訳しまして黒猫本というふうにね、皆さんに、親しまれておりますけれども、つい先日12月、に、2日ぐらい前ですか、発売になりまして、今日18日はですね、大好きなサリーさんが大好きな皆さんが集まって、今日はぜひアマゾンキャンペーンでね応援しましょうということで、今日はオーストラリアからライブ配信をお送りしていきたいと思います。はい、皆様こんにちは。改めまして、今すごい暑さなんですよ、オーストラリアはね。はい、で1時間時差が先行してますので、今10時になったところですけれども、オーストラリアゴールドコーストは、1時間ぐらい前からすごい雷で、今すごい湿度ですよ。多分湿度 90% くらいありそうな、真夏のオーストラリアからお送りしております。真っ赤い興味でございます。さて今日はですね、黒猫本キャンペーンということで、はい、うちにも猫がいるんですけども、猫はやっぱ気まぐれですからね、まあ、今日は暑いですから、なかなかこのライトの当たっている配信ルームの方にはなかなかやってきてくれないんですけども、うちの福ちゃんもですね、気が向いたらライブの方に出てきてくれるということですのでね、皆さん一緒に今日はサリーさんを応援していきましょうね。さて、今日この、ソーシャルメディア TV 初めてご覧いただく方も多いかと思うんですけども、まずね、世界中どこにいても皆さんのパソコンや、それからスマートフォン、そして、あとは何でしょうね、いろいろな携帯デバイスなどでも、ご覧いただける配信なんですけれども、これをね、見るだけではなくて、皆さんがオンタイムでこの番組に参加することもできるんですね。今日初めていらっしゃった方もいらっしゃると思いますので、まず簡単な参加の方法についてご紹介していきたいと思います。はい、なんか耳ずれてますか、耳ずれてますか、これね。ちょっとこれ動くとちゃんとこれね耳についてくるんですけどね、今日は黒猫本ですので、はい、私もいろいろな猫をですね、対応して駆使して、2時間お送りしていきたいと思います。さて、皆さん今皆さんがご覧になっているこのライブ配信画面なんですけども、このお隣のこの辺りを見ていただきますと、過去の録画っていうところと、それから、もう一つソーシャルストリームっていう文字が見えると思うんですけども、そのソーシャルストリームの方をクリッと押していただいてよろしいでしょうか。はい、そうしますとソーシャルストリーム、私もちょっと一緒の動きをやっていきますけども、ソーシャルストリームの、ところをクリックしますと、下の方にですね流し角が出てくるんですけども、まあ、チャットボックスのようなものが見えると思うんですけども、こちらにですね皆さんのコメントを書き込んでいただきますと、オンタイムで私の方が、拝見することができますので、ライブ中に皆様からの、サリーさんへの応援メッセージなどをご紹介させていただこうと思います。さて、コメントの書き方なんですけれども、ツイッター、それからフェイスブック、また、今私の配信しているこのユーストリームのアカウントを持っている方はこちらでも大丈夫ですし、また、日本の、ソーシャルメディアの、老舗のミクシーの ID を持っている方、まあ、この4つのですね、ソーシャルメディアの、どの ID でもログインをしていただくことができます。もう早速ですね、ライブ配信前からたくさんの今日お客様にお越しいただいてまして、サリーさんのすごい人気をもうここで見せつけられている感じがしますけれども、早速皆さん書き込みをしていただいていますけれども、はい、今日の一番乗りはどなた様でしょうか。
ああ、なんかもうすごい早いですね、書き込みが。今日はね、どんどんご紹介していかないといけないですけど、ああ、すごいですね。ああ、大変大変。もう、配信前から待っててくださった方いらっしゃったんですね。ありがとうございます。お名前だけささっと皆様、駆け足になってしまうんですけども、ご紹介します。コメントの方はじっくりご紹介しますね。はい、テスト、テストってどなたでしょうか。国尾向井さん。はい、今日はシークレットゲストもおりますのでね、向井さん、ちゃんときちんとした方なのでね、配信の前、ちゃんとテストして入ってかられるということですね。はい、30分前から着席している方がいらっしゃいますね。マッカーピーシーさん、ありがとうございます。プレミアムメンバーなので、太字で表示されております。ありがとうございます。それからアントニオさん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。それからコーク、カム、札幌の高橋さんでしょうか。はい、ありがとうございます。ご久しぶりです。そして、山口さん、ありがとうございます。今日は田村邸の方でライブで応援をしてくださっているということですけど、後ほどね、ゲストで、ご登場いただきます。アントニオさん、ありがとうございます。はい、そして、毎度おなじみのレギュラーさんの飯田さん、ありがとうございます。そしてニュー ZICO1 さん、ビゴラー、早速ありがとうございます。はい、オープニングから皆さんありがとうございます。金光さんのね、サリーさんの今日ファンの方がすごいですよ、大挙ね。ありがとうございます。マカビシー、マカビシーさんと呼ぶんでしょうか。一番乗り、ありがとうございます。そして、はい、今日はクリスマスバージョンのね、平松さんもありがとうございます。そしてモンチティゴローブさん、ありがとうございます。クネさん、ありがとうございます。そして、カーチャさん、ありがとうございます。すごいですね、なんか早くてですね、皆さんのコメントがどんどんご紹介しなくてはいけないんですけども、オープニングお名前だけで失礼します。田村さん、こんばんは。猫耳用にありがとうございます。何をやってるんでしょうか、本当にね。もう家族がね、あれですよ、オーストラリア、日本から帰ってきて、じゃあ、メルボルンの方に家族の休暇に行こうって前から決まってたんですけども、とてもとても皆さん、日本遠征から帰ってきて、そういうところじゃなくてですね、忙しくて、私だけ休日返上しまして、家族はみんなホリデーに行ってるんですけど、はい、一人で何やってるんでしょうかっていう感じなんですけどもね。よろしくお願いします。佐藤さん、いらっしゃいませ。はい、黒猫ボーン、ありがとうございます。名古屋から伊藤さん、ありがとうございます。そして、ノロノロ0933さん、ありがとうございます。メリカツから来ました、ありがとうございます。男性2人放置、ありがとうございます。あ、そうです。今日すごいスーパーゲストですからね、メディカツの方もね。はい、三上さんってもうユースト界の大御所が今日出てらっしゃるところ放置していただいて、ありがとうございます。延長戦になってるみたいですね、まだね。はい、始まった、みんな見に来てと、サリーさん、今日の主役が登場しております。はい、高橋さん、ありがとうございます。アントニオさん、ありがとうございます。それではですね、早速皆様お待ちかねのサリーさんをお呼びしてみたいと思います。前振り長いんじゃないのっていう感じがしますけどもね。はい、それではですね、早速必殺技を使ってご紹介していきます。日本とオーストラリアはですね、約7000キロ距離が離れているんですけども、そんな私の必殺技が皆さんあるんでございますよ。さあ、それではサリーさんにお電話をつないでみたいと思います。はい、サリーさん、サリーさん、こんばんは。今日はサリーさん、かわいいでしょ、これ。後でまたいろんなのがね、出てきますから楽しみにしててくださいね。今日は黒猫本ということで、もう猫に関するグッズをたくさん用意しました。はい、サリーさん、よろしくお願いします。はい、サリーさん、すごいですよ。今日30分前からスタンバイしてくださってる方とかがいらっしゃいまして、まずはサリーさんの大好きな皆さんに、サリーさんご本人様からご挨拶からお願いします。もう皆さん、座って。いごらーす。こんばんは。ちょっと鼻つけるの遅くなりましたけれども、今日は黒猫本のキャンペーンにお集まりいただいてありがとうございます。じゃじゃーん、こちらの本、出ました。結構ね、長くじらしまくってるので、やっとかっていう感じだと思うんですけども、ぜひぜひ、一番乗りで買っていただいて、買ったよみたいな、買っちゃっていいのかな、買ったよみたいな、ことをね、お知らせいただければ、すごい嬉しいなと思ってます。ぜひ今日、
黒猫本の裏話をいっぱいしていこうと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、さてサリーさん、はい、この今日のですね応援ユースト配信の、うん、と同時にですね、はい、Amazon キャンペーンがスタートいたしまして、はい、今日12月の18日で、日本時間午後9時からですね一斉にスタートいたしまして、あ、ごめんなさい、猫耳ついたまま行ってますか、そちらの方に。猫耳ついてて可愛い。え、お好きこれ、お好き、つけてみましょうか。あ、でもね、はい、これ持ってるんです。あ、猫耳、じゃリアル猫耳があるんですね、はい、はい、じゃ あのサリさんの方ね、リアル猫耳をつけていただいて、私の方はバーチャル猫耳を後ほどはい、はい、じゃリアル猫耳 OK でしょうか。はい、あ、可愛い、可愛い、可愛いですね。はい、さてそれではですね、うん、今日は、サリーさんの魅力をたっぷり皆様にお伝えしますのと、それから先ほど、午後9時にキャンペーンが始まりました、この黒猫本のいろいろなですね舞台裏、それから本には書かれていないんですけれども、この本に登場するですねいろいろなエピソードなどをサリーさんにご紹介していただきたいと思います。さあサリーさん、今日はこの黒猫本キャンペーンなんですが、応援隊が、はい、今日駆けつけてくださってるということですね。応援隊、はい、ここに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 、はい、駆けつけてくださっております。はい、後ほどシークレットゲストなどをね、順番にクロストークでお呼びしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、サリーさんなんですけれども、今2冊目のご本ということで、人の目を気にせずに楽に生きるために黒猫が教えてくれた9つのこと、随分ね長いタイトルなんですけれども、通称黒猫本、出版なさいまして2冊目のご本となります。私の方からですね簡単にサリーさんのご紹介させていただきます。金光サリーさん、ビゴラスマインドの代表、メンタルコミュニケーショントレーナーをされていらっしゃいます。1977年福岡生まれ、広島育ち、実は上がり症に長年苦しんでいたということなんですけども、脳科学心理学をもとに考えた手法でわずか10日間で極度の上がり症を克服なさった経緯があるそうです。そして人は短期間で劇的に変化できるという実体験に基づいて、全国規模の国家資格予備校の1万人以上の受験生の相談役を8年間も務めていらしたそうですね。心理学を応用したマーケティングを推進して、代表取締役に就寝してすぐ売上前年比なんと350% アップを果たしたということですね。業界ナンバーワンの予備校と、したということでございます。2010年ビゴラスマインドを立ち上げて、脳科学心理学などを用いた上がり症の克服などのプライベートサポートと営業力アップなどのビジネスサポートを提供しているそうです。上がり症克服の決定版と言われていますね。人前で話すのが楽になる5つの魔法、ダイヤモンド社Amazon ランキング和書総合2位を獲得しました。そして、先だって第4回オーディオブックアワード審査員特別賞も受賞しているということです。まだまだご紹介しきれないほど魅力いっぱいの金光サリーさんなんですけど、お耳の位置は定位置、お気に入りの場所をちょっと違いました。ちょっと左の方がちょっと遠くなってる感じですか。はい、あ、1個ずつつけられるんだ、それ。そうなんですよ、かわいいですね。話してもいいという、はい、じゃあお耳をですねつけていただいている間に、私もですねサリさんのお隣の方にね、移動していきたいと思います。はい、私も今日夏で暑くてですね、皆さん、こんな格好で失礼させていただきます。夏で暑くてもうすごいですよ。南半球はねもう今日30度超えて、うん、しかも今30度、まあ、すごい湿度もすごいところなんですけどもですね、はい、ではサリーさんのお隣の方に私もお邪魔いたしました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さてサリーさん、早速なんですけれども、うん、気になるですねこの黒猫本なんですが、はい、猫がですよ人の心に話しかけるっていう発想自体がなんかとってもとっても面白いんですけども、まずこの黒猫本の誕生のいきさつというかですね、きっかけになったのはどんなことだったんでしょうか。そうなんですけどね、まずは、企画というか、はい、こういう本を書いてくださいっていうふうに大和書房さんから、はい、企画書が届いてですね、はい、それが1作目のこの魔法つながりで、はい、
こう見る見る自信が湧き出る魔法を書いてくださいっていう感じでお話いただいたんですよ。はい。でそれでいやもう魔法は書き切ったのでもういいですということで名前にもお断りしまして、はい、で私あの嫌われましょうみたいな本書きたいんですみたいなことを言ったんですね。はいはい。うん、嫌われてなんぼみたいなね、ええ、そういう本を書きたいですっていうふうに。おメロ、あメロメロメロ、ちょっとこの耳に反応した。田村邸のメロが今乱入しました。はい、はい、でそういう本書きたいんですって言って中身をいろいろお伝えしたら、あそれは面白いねということで、はい、気に入っていただいて、で書こうということになったんですね。その、はい、お話は全く出てきていなくって、はい、ただ嫌われた方が嫌われるというか積極的にね、こう、はい、疲れよう疲れようってするよりは、まあ別に嫌われてもいいかっていうふうに手放した方が、うん、こう、まあ、結局人っていうのはつけてくれる人が周りにいるんじゃないかっていう持論があったので、そういう話を展開したかったんですね。はい。で、初めはこう書こうと思ってもですね、全く手につかないというか書けなくて、はい。それは自分が、こういうふうにしたらいいよっていう、自分自身の私の声で書こうと思った時にすごく難しくて、うん、どうしたら書けるかなっていうので、なんかいろいろ考えてたんですけども、はい。きっかけは私が沖縄に移住したことだったんですね。はい、ええ、沖縄って一つキーポイントだというのは、うん、今回その黒猫本の舞台がね、はい、沖縄なんですけども、そのサリーさんがそもそも実生活の中で沖縄に移住しようって思ったそのきっかけは何だったんですか？うん、そこに、あ、水越さんの番組が今終わったそうでございます。あ、今ちょうどいいところに話が差し掛かったところで水越さんが、うん、はい、ちょうどメディカツ終わりということですね。早いですね、今日もう2時間くらいになるのかと思いましたけども、はい、ではですね、早速お話の途中ではあるんですけども、今回ですねこの黒猫本応援団ということで、いろんなところクロストークしてつないでいきたいと思いますので、早速ですね、水越さんをお呼びしてみたいと思います。先ほどライブ配信終えたばかりでですね、はい、今日はスペシャルベストはいらっしゃったわけなんですけれども、はい、三上さんというね、すごいユーストリーム界の大御所が今日ゲストだったんですけども、ちょっと配信の方が途中までしか見れなかったんですが、早速水越さんをお呼びしてみたいと思います。はい、水越さんユーザーを追加していきます。これちょっと裏側見えちゃっておかしいんですけどね。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、皆さんたくさん書き込みありがとうございます。すごいですね。サリさんのちょっとご紹介してあげてもらってもいいですか？そうですね、はい、ちょっと今ざっと見えるところです。はい、あ、なんと水越さんがオフラインですよ。平松さんとか、あ、竹内さん、はい、ありがとうございます。あとはリオさん、名古屋ありがとうございます。あとアントニオさんとか、はい、リゲさん、うん、おー、メロ、ちょっと待って、メロ、はい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 、今日黒猫ボンナーのワンちゃん、はい、すいません、どなたか水越さんオフラインになってますってツイートしていただいてよろしいでしょうか？多分あれですね、ミリカス終わってほっとしちゃってスカイプ立ち上げるの忘れてる感じですね。はい、水越さんやってくれますね。その間じゃあ、サリーさんの方からコメントをご紹介していただいてよろしいでしょうか？そうですね。あ、じゃあ、ヨウさんありがとうございます。サリーさん2つ目おめでとうございます。キヨミさんお久しぶりです。はい、でも相変わらず適宜ありがとうございます。はい、山田さんからも入りましたね。清美さん、サリーさん、皆さんこんばんはということでありがとうございます。はい、すいません、どなたか水越さんオフラインになってますのでオンラインにしてくださいって水越さんに電話してくださいオフラインだそうです。オフラインです。よろしくお願いします。あ、清美さんこんばんは。あ、今オンラインになりましたね。ずっと今メディカツ行ってたんじゃないですかね、皆さん。多分この後メディカツの方から皆さんがきっとタリさんの番組の方にバーッといらっしゃると思います。水越さんオンラインになったかな。今ね、オンラインになりましたね。うん、はい、水越さんオンラインにしてください
もうただでさえ暑いんですから、水越さん、お願いします。はい、今つないでおります。じゃその間ちょっとサリーさんの方からコメントをご紹介、うん、あ、来ました来ました。あ、カメラ来てないな、ちょっと待って。はい、水越さんお願いします。カメラ来てる、今ぐるぐる回ってますね。はい、あ、来るか、あ、来た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 。はい、水越さんどうも。三上さんも声聞こえてますよ。はい、三上さんちょっと来るからちょっと待って。はい、お、三上さんもすごい、すごい。あ、三上さんどうも。はじめまして、三上でございます。あ、マッカさんもすごい。どうも、三上さん。あ、ちょっとな。あ、ループループループ。三上さん、どうも、今日はすいません。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。この度は、黒猫の本、ありがとうございます。超嬉しそうな感じで。ありがとうございます。あ、売れそう、売れそうだと思いますよ。あれね。ありがとうございます。ごめんなさい、もう一度タイトル聞かせていただいていいですか。タイトル、あの長いですけども、はい、タイトル、人の目を気にせず、人の目を気にせず楽に生きるために黒猫が教えてくれた9つのこと。黒猫が教えてくれた9つのこと。はい、あ、マッカイさんこんばんは。こんばんは、三上さん。どうぞお話ししてください。こんばんは。いや、素敵な本ですね、これね。ありがとうございます。これ、あの、主人公のライオンと言います。え、なんて言うんですか、ライオン。ライオン。ライオン。名前ライオンっていう名前の猫。そうなんです。いや、これ素敵、売れそう。あの、売れたらパーティーに、売れたら100万部記念のパーティーに呼んでください。あ、100万部記念しましょう。はい、しましょう。はい。ニューオータニかなんかでね、やりましょうね。でかいパーティー。はい、呼んでください。いいですね、よろしくお願いします。ぜひ、はい、よろしくお願いします。これ、なんですか、Amazon キャンペーンってどういうことなんですか。そうなんです。今、Amazon キャンペーン中でして、9時に始まったばかりなんです。はい。はい、で、Amazon でみんな買おうねっていうことですね。買ってくれたらいいんだけれども、どうでしょうね。私の口からなんとも。Amazon で今買ってくれると、サリーさんの、うん、とても人に言えない写真が手に入る。そっちですか。あ、そうじゃないですね。ごめんなさい。ごめんなさい。そういう番組じゃなかったですね。大変失礼いたしました。はい、あ、罰が入った。罰が入りました。結構グレーゾーンです。ギリギリゾーンで今ね、お話ししていただいてますね。はい。三上さん、はい、オーストラリアのマッカイです。こんばんは、マッカイさん、どうもです。どうも、あの、6月には、トルネード配信で、パンダ中継者からお呼びしまして、私も三上さんにね、はい、あの、お会いすることできましたけど、その節はお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。はい、今日は、あの、ユーストリーム界のですね、まあ、風雲児、まあ、いろいろなタイトルで皆さん呼んでいらっしゃいますけど、まあ、筋肉ムキムキのね、はい、あの、お写真、皆さんが手作りのお写真も、私、すごい楽しみにしてるんですけども、はい。あの、三上さん、あの、どうでしょうか、メディカご出演って普段ね、ご自分がユーストトゥデイをされてらっしゃるから新鮮な感覚じゃなかったです、今日は。そうです ね, ね、あの、水越がすごくいい方で、はい、ものすごいいい方で、ええ、あのゲストに来た途端、今日は最高記録を上げるからみんな見てくれって、はい、お前ちゃんと頑張れよって脅迫されて、はい、なんかものすごく MC がゲストのハードルを上げて、はい、上げられてね、圧迫されて大変でした。とてもいい方です。そうですよね、はい、ご自身の番組自体があのね、1000ビューぐらい軽くいっちゃう方ですから、やっぱりそれくらいのプレッシャーあるかと思うんですけども、そこでですね、ちょっとあのトルネードのお願いなんですけども、やはりそうやってあのね、ユーストリーム界のライブメディア界で第一人者の三上さんが黒猫本ぜひね、読んでいただくときっといいかなと思いますけども、あ、ね、はいはいはい、はい、この本ね、水越さんがお持ちですね、はい、水越さんからぜひ、水越さんに、はい、またご感想などお聞かせいただけたらすごく嬉しいなと思います。あ、わかりました、はい、読ませていただいて、ありがとうございます。今日この後、あの、恒例のメディカツのですね、何ですか、メガ盛りディナーがあるということで、この後ね、メガ盛りって何なんですか。はい、メガ盛りチャーハンに行かれるということで、あの、お食事の前に、そうしましたら三上さん、あの、水越さんに、ご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、サリさん、今度ぜひサリさんの番組に呼んでください。あ、本当ですか、ハピーくん、はい、ぜひよろしくお願いします。1月お願いします。1月、はい、
若さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、三上さんでした。さあ、それではですね、水越さんに代わっていただきます。水越さん、いいだ、どうも、いいだ、来ました。はい、あ、また突然電話が。ちょっと待って、あ、もしもし、今日いる？ライブならではですね。本当に何が起こるかわからないという感じで。いや、生電話来ると、あ、かわいいアップで生電話来るとハラハラしちゃうんですけどね。どうなったでしょう。あ、じゃあいいや、わかった。水越さん、マイペースすぎる。いい、大丈夫、いい、あ、もしもし、はいはい、お待ちしておりました。もう水越さんのスケジュール自体の次第ですので、この番組は。はい、それでは水越さん、はいはい、なんか落ち着きないですね。はいはい、あ、ごめんなさい、入れるとありまして、ね、ちょっとでお願いします。はい、はい、はい、あれですよ、メディカツバンドのですね、歌姫が今日からね、アマゾンキャンペーンということで、ぜひサリーさんのお人なりをちょっと水越さんの方から皆さんにご紹介いただけないでしょうか。はいはい、はい、サリーちゃんはとにかくメディカツバンドのこう言ってんでね、はい、あの、まあ男、本当にあの汚い男ばっかりで大変だと思うんですけども、あの本当にね、そこをね、あの、なんていうの、気配りっていうの、はい、それができる女の子ですよね。女の子じゃないな、あの女性ですよ、本当。なんで突っ込むの？三上さん、なんで突っ込むかよくわからない。で、とにかくね、歌うまいんですよ。はい、歌うまいの。それで、それを自分、あの最初に会った時に、歌うまいですよなんてこと言わないで、はい、あの最初にみんな軽く、これがめちゃめちゃうまいわけ。はい、でそれをね、こう、なんていうの、こう、私、あのちょっとカラオケ超得意なんですとかね、はい、歌、ちょっと私、いけてますよなんてことを一言も言わないでね、そういうところで、あの、こう、素晴らしい歌を聞かせるわけですよ。で、はい、それで聞いて、本当、ああ、なんて謙虚な子なんだなと思ったけど、その後ドヤ顔でしたけども、また突っ込まれてますよ。いやいや、そんなことないけど、とにかくね、素敵な、はい、サリーさんは素晴らしいですね。大人の夢を叶えて CD デビューされまして、私ちょっと手元にあるんですけども、こちらのですね、メディカツバンドのですね、メディカツバンドね、はい、Say Your Dreams、Make Your Dreams というですね、もう感動的な曲。サリーさんも、その、はい、昔そういうね、音楽でデビューしたいっていう夢があったけども、はい、ちょっとね、周りのもう反対もあってね、そんなにその話しちゃダメなの、いいでしょ。いいぞ、うん、それでまあこの夢が叶ってね、はい、デビューできて、で今度はあれですよ、2冊目の出版ですよ。はい、素晴らしい、次々に夢を叶えてね、はい、今日のゲストのね、あの三上さんも、あの、はい、今日の三上さんにね、夢語ってもらったんですよ。はい、これからやりますかって、うん、そしたら、うん、僕は夢ありません。夢ありません。いや、ありません。えって言ったら、僕はそこの目の前にある山に登って頂点を目指すのが夢なんです。ええ、そこで、あんなこと言ってないです。そんなかっこいいこと言ってないです。まあでもね、とにかく、その、先の夢はないけど、今、その目の前にあることをとりあえず全力をで、はい、みんなで祭りのように盛り上げることが夢なんだ、はい、っていうことをね、言って、まあ僕も感動したわけなんですけども、サリーちゃんはね、そういう意味では昔からそうは、うん、夢だった、まあ CD もデビューしたし、はい、で、今度は2冊目の、本をね、まあ1冊目はもうもうあれでしょ、7釣りだっけ、何釣り、5釣りね、5釣り、5釣りですよ、あの釣りですけどね、カッコッコッコッだけど、違うってあのね、で、まあ、とにかくサリーちゃんはこの2冊目ね、どうぞどうぞ。届かない空を見上げて、ですね、したかっていうと、その2冊目が実は今日ね、ここにないんです。サリーちゃん、僕買ったんだけど、あ、ありがとうございます。なぜかと、はい、息子に言ってたんですよ。あ、本当ですか。で、その中学2年の息子が今実は、部活とかね、そういうところでいろいろこう悩みを抱えてる、いろんなプレッシャー、吹奏楽なんだから、ここからいい話ですよ皆さん、ここからいい話だから、あなたが言うといい話だ
で、その、いろいろプレッシャーとかある。で、そこで僕は、口で言うのも、これはちょっとハリーちゃんの方をね、読んでもらった方がいいなと思って、今、渡してるの。嬉しいです。で、実は今日感想を聞くつもりで今電話したんだけど、なんか、今、ちょっと出れないということで、ちょっと感想聞けなかった。今度聞いてきますから。もし、明日スタイル。ぜひぜひ教えてください。本当にね、中国、若い人にも読んでもらいたいと思ってるし、ね。今笑うことだった。いやいや、そう、すごい大きく言ってくれてるんで、なんか、いい話。いい話。うん。ということでね、いろんな層の人に読んでもらいたい。そう思ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう三上さんと水越さんからのですね、ご推薦をいただきまして、メディカスバンドの歌姫のね、サリーさんの黒猫本、どうか皆さん、よろしくお願いします。はい、その耳。いいでしょ、今度あげます。かわいいな、サリー先生もかわいく書いてましたけど、より一層かわいいね。かわいいね。この間これ水越さんつけてましたよね。あ、そうだ。それ、僕がつけてたやつ？つけてた、つけてた。ね、今度写真アップしときます。はいはい。ね、今日はサリーさんのアマゾンキャンペーンってことですけども、実はこのキューストをね、準備してくれたのはマッカイ清美さんなんですよ。今オーストラリアから、ね、三上さんご存知のマッカイ。マッカイさん本当に素晴らしい。マッカイさん素晴らしい、ね、あもうゲリラ的にいろんなとこからユーストして、はい、もう本当男の中の男ですよ。本当の中の男ね。本当に清美さん本当に素晴らしい。今日もユースト、三上さんとねユーストトゥデイでもう本当大先輩ですけども、はい、お話しさせてもらいましたけどもね、やっぱり清美さんもね本当にユーストが黎明期の頃からもう一瞬、ユーストやられて、本当素晴らしい。ユースト業界で、マッカイ旋風って名前。マッカイ旋風。マッカイさん来ると、ユーストリーム界のみんながもう、てんてこまいするって。てんてこまい。マッカイ旋風。財布みたいね。そうですね。うん。いいことです。とても楽しいです。盛り上がるし。で、今回もこれね、早速ね、行動してね、このサリちゃんのアルバムキャンペーン設定してくれて、本当、ケムさんね、ありがとうございます。僕からもお礼します。ありがとうございます。もう、我らのアイドル、金目久江さんを今日はみんなで応援したいなと思っています。ね、はい、まずはトップゲストということで、まあ、ユースト界のですね、重鎮お二人にご出演いただきましたけども、はい、三上さん、水越さん、今日はどうもありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。メリカス、そっちですか？そっちですか？はい。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さよなら。さよなら。サリちゃん、頑張ってね。はい、ありがとうございます。メリカスバンドの皆さん、あんまり甘いもの食べ過ぎないように、僕の分取っといてね。ありがとうございました。はい。はい、サリさん、お待たせしました。はい、これでまた時間が大幅に押しております。押しておりますね。いい感じですよ。はい。はい、さて、サリさん、それではですね、本線の方に戻っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、メディカツ本ということなんですけれども、はい、先ほどですね、5本の、まだ取っかかりのところですよね。この5本の、はい、ご出版になるきっかけのところからお話ししていただいてたんですけども、うん、じゃ続きをそうそう、お話ししていただいてよろしいでしょうか。そうですね。なぜ移住だったかっていう話だと思うんですけど、はい、私のパートナーがですね、ちょっと暗い話なんですけど、はい、ちょっとね、体調が悪くなってしまって、本当にで、うん、空気のいいところに行きましょうということで、はい、いろいろな土地を回ったんですけども、どこに行ってもあんまりダメでですね。はい。それで、どこに行ったのかな、熊本に行ってた時に、はい、じゃあ次どこに行ってみようか。咳が止まるところはないかなみたいな感じで。で、ポンって沖縄に飛んだんですね。そしたら沖縄に飛んだら、パタッと咳が止まってしまって、これはもう住むしかないということで、すぐ家探しして、今年の3月、はい、2月、下旬ぐらいに引っ越しました、あ、まだ今年の話なんですね。そうなんです、そうなんですよ。ねえ、沖縄に移住っていうのって、まあ、今までね、ベースがやっぱり東京とかだったので、はいはい、ちょっとまあ決心もいったんじゃないですか。まあ、国内ではありますけどね、やっぱり飛行機じゃないとなかなか沖縄って行けないじゃないですか。そのあたりどうでしょうか。まあ、ポンと決意はできたんですか。そうですね、なんかね、やっぱり健康一番ですよ、皆さん。そうですよね。うん、何はもう健康で荒れるところが、まあ、沖縄だったっていうだけでして。あ、なるほどね。
こうやって仕事場には私は来るんですけども、はい、なるほど。沖縄から通勤ってまたすごく今っぽいですよね。あのなんかロマンドワーカーっぽい感じがしますね。そうですね、うん、何気に安くって、はい、私あの、育ちが広島なんですけれども、はい、あ今ゆうすけさんが入ってきてくれてますけど、ゆうすけさんも広島なんですけど、はい、広島に戻るより結構安かったり早かったりするんですよね。東京との行き来、意外とね、意外とそうなんだ、うんうん、で沖縄って、まあ、今回その黒猫本の舞台が沖縄になったということもあるんですけども、私もね、うん、実はサリーさん、あの沖縄 は、うん、は20代の頃に本気で移住を考えた大好きなとこなんです。そうなんですね、うん、30回ぐらい多分行ってますよ。そう、私よりいっぱい行ってるかも。あ、本当、私どちらかというとね、本島よりもね、あの離島関係ですね、うん、石垣、波照間、小浜、西表とか、うん、結構あの離島が好きでね、本島も好きなんですけど、それで本気でね、20代の初めの頃ね、あの私も移住しようって思ってましたよ。そうなんですね、うん、はい。それでね、サリーさんね、今回この黒猫本の舞台になった沖縄の魅力って、やっぱり実際住んでらっしゃる方たくさん知ってると思うんですよ。まずちょっとこの黒猫本の舞台になった沖縄のどんなところがサリーさん気に入ってます？もうね、なんと猫がいっぱいいる。猫がいっぱいいる。猫、野良猫がいっぱいいるんですよ。あ、なるほど。それで、うん、あの私自身ずっと、まあ、犬飼ってたっていうのもあって、はい、飼ってるっていうのその犬派だったんですけども、ええ、そのね、向こうに行って、商店街、国際通りから入って、ね、こう商店街があるんですけど、はい、そこのね、その商店街の道の真ん中を堂々とね、うん、歩いてる猫たちを見て、はい、なんてかっこいいんだろうと思ってハマってしまいましたね。なるほどね。そして、まあ、今回のこのご本に登場するのが表紙にもなってますけれども、はい、こう堂々としたですね、ライオンっていうふうに呼ばれている黒猫なんですけども、この黒猫がまたちょっと不思議な能力があって、人の心を癒したりとか、それから人の心に話しかけることができる猫っていうことなんですけども、どうなんでしょう、はい、実際ちょっと読者として気になるのは、この黒猫のライオンは実在する猫ちゃんなのかななんていうのがあるんですけど、どうですかそのあたりは。うーん、モデルとしては実在する猫なんですね、はい、そうなんです。ただ一度しか会えてないんですよ、私その猫に。はい、うん、1回だけ、あの会えたんですけど、これあの今立ち上がってるあの Facebook の黒猫クラブの中に書いたんですけども、猫集会してたんですよ。猫が？猫たちがこう集まって。あ、猫って集会するんですよね。集会するっていう家じゃないですか。 それは初めて、うん、猫集会してると思ってそこの写真をすごい撮ってたんですね。はい、そしたらちょっと視線を感じて、でパッと上見たら、あの沖縄のこう赤い瓦のね、屋根の低い屋根のところに、はい、でーんってこう来るいて、で毛がわーってなってるんですよ。はい、こうなんか蒸気のようにとか容器のようにっていうか、なんかすごい、はい、すごいわーってした黒い猫がいて、はい、若干怖かったんですけども、こっちを見てるんだけど全然目とかが見えないんですね。へ、黒の塊みたいな感じで、でその写真をパシッと撮って、撮らせてくださいって一応断って、あと撮ったんですけど、はい、あのそれを撮った日から1週間寝込みまして、うん、私が寝込んで、うん、あの猫が寝込ませたんだと思ってるんですけど、その猫の夢とか見たと思うんですよね、はい、でそのなんか1週間ちょっとまあ体調が悪くって、その間にあ猫の本書くなぁと、なんか決まってたっていう感じですね、はい、でその時その猫の集会の時に一度だけしか会ったことがないその黒猫ちゃんが今回の本の登場人物、登場人物、登場猫、猫物ということなんですね。はい、うん、そしてね、あの、まあ、物語を読ませていただくと、あのほら沖縄にちょっと心が疲れちゃってやってきた OL さんいますよね、うんうん、カオルさん、はい、カオルちゃん、あの方はどうなんでしょう、あのモデルは
実在するのかななんてところは気になるんですけど、どうですか？カオルちゃんは実際はいないです。あ、いないんですけども、沖縄に結構移住して女の子一人で来られる方って結構いっぱいいるんですよ、でそういう方いっぱいあったんで、多分その皆さんの、こう雰囲気というかそういうのが頭にあったんだと思います。なるほどね、ちょっと私あの物語を読んでて、あれもしかしたらこのカオルのモデルはちょっとサリーさんなのかななんて思うところもちょっとあったりとかしたんですけど、でも多分きっと昔の私かもしれないですね。そうやって思っては書いてないですけどね。あのどうでしょうね、猫の目から見た人間の、いろいろな模様みたいなのが今回小説仕立てになっている本でしたよね、それで最近、例えば、そういったあの心を扱う本とかね、そういったものは実用本だったりとか、ちょっとビジネス書に関するような自己啓発本というのはすごく多いと思うんですけども、すごい新鮮だったのはね、あの小説仕立てなんですよね、内容が。そうなんですよ、この発想ってすごいなと思ったんですけども、これはさっきね、全然書けなかったって言ったじゃないですか。そう、自分の言葉だと書けなかったんですよ、で、なんでかなと思ったら、やっぱり本読むときに自分に自信がない人っていうのは、やっぱりこう何か得たいなと思って言われると思うんですけども、その時になんかすごくできるようなイメージがある人から言われた本ってちょっとサリーさんだからできたんでしょって思われちゃうんじゃないかなとか思ってたのかもしれないです、そうなんだ。なのでなんかもっと身近で、もっと何かこうスッと心に入ってくる人が言った方がいいなと思って、わかる。なんか、今日ねサリーさんも猫耳つけて登場してるじゃないですか、で、私もユーストやるときとかってよくねすごい変身するんですよ。いろんなあのものつけたりとか、すごいんですよ。誰だかわかんないぐらいまでやっちゃうんですけど、でそれでどうですかね、あのちょっとこう、なんだろう、変装したりすると人格変わったりしません？私そうなんですけど、そうですね、ない？これもそうだしね、クラウンって言って、ピエロのね、装飾があったけれども、これも変身するマスクの一個なんですよね。ああ、なるほどね。だから赤鼻セラピーみたいな感じで、これつけて何かこう違う自分を見つけようみたいなのもあったりしますよね。ありますよね。それでね、今日も猫耳つけてるじゃないですか。サリーちゃんが、だからなんとなくこうサリーちゃんの本人に。ちょっとプラスアルファ、その黒猫本に登場するライオンも少しサリーさんの中にキャラクターがあるのかななんて思いますけども、どうでしょう。ああ、そうですね、ライオン、これ本当裏話ですけども、この本の一番初めの本に、過去のライオンの、性格というか、昔ライオンってどんな人だったのか、どんな猫だったのかっていうのを書いた部分が本当は入ってたんですよ。ああ、そうなんですか。そう。でも編集のね、その方にざっくりカットしていただいたんですよ。すごいざっくり。何ページぐらいかな。ほぼいらないってことでですね。あ、本当に。ざくっと。カットになったんですけど、その昔こういう人生を送ってきて、こういう今こういうライオンになったよっていうのをお話として書いたんですけど、確かにそれ書いてるとき自分の話みたいに書いてますね。ああ、なるほどね、そう、昔はそのなんか人生に、そうなんていうかな、嫌気がさしてというか、ちょっとそのライオンの話をするとですね、なんかライオンがいっぱい来ましたね。特典が、ライオンって黒猫なんですけど、生まれてすぐ、その日本人って結構黒猫が前を通ったら、縁起が悪いみたいに言われるじゃないですか、で縁起が悪いって言われる自分にすごく自信がなくて、で結構こう腐ってたんですね、このライオンは昔、
で腐ってたんだけど、そこにある黒猫が、ライオンの前に黒猫が来るんですよ。はい。でその黒猫はすごくかっこいい、毛がもじゃもじゃなくて結構スムースな感じの、ええ、あの黒猫なんですけど、その子がずっとその毛づくろいをするんですよ、はい、ライオンの前で、ええ、でそのそれを見てライオンはなんかそんなにそう綺麗にしておきたいのかよみたいな、うん、でその子を見るあの人たちはみんな可愛いね可愛いねって声をかけていくんですね、ええ、でもライオンはもう毛玉だらけで汚くて、ええ、自分のことに全然綺麗にしようとかいう気もなくて、はい、で腐ってるんでその相手のね綺麗な猫を見て、なんかこうなんだろう、そんなに人間に可愛いって言われたいのかみたいな感じで、こうつぶやくというか言うんですね、はい、そしたらその綺麗にしてた猫が、いや自分はその綺麗にしとくことが好きなんだよみたいなこと言うんですよ、うんうんうん、でそこでその人にどう思われるかじゃなくて、ただ毛づくろいが好きで必死にやってるっていうのをライオンを初めて知って衝撃を受けて、でなんかあそういうふうな毛づくろいが好きだからやってる、人の目をどうこうじゃなくて、ただ好きだからやってるんだっていうのにびっくりしたっていうストーリーだったんですね。そこをざっくりとなくなってしまったので今喋ってるんですけど、あそれはもう本にあの描かれるはずだったけど実際の本には載らなかったところのお話なんですね、はい、これはやっぱりあれですよね、実際本を読んだ方にとってみるとそういうところすごい興味深いですよね。本来はこういうストーリーが最初にあったのに、うん、全く違う展開から始まってるっていうことで ね、実際にあの本を手に取っていただくと、ああそうか、本当はこの前にこういう話が入ってたんだっていうのがねよくわかりますよね。でも見てくださった方はね、こういうつもりで読んでいただけて楽しいかも、逆にね。そうですね、今ゴールドコーストすごいんですけど、雷大丈夫かな、突然電気が落ちないように皆さん祈っててくださいね。今すごいんですよ話がこちらはね、それでねサリーさんね、はい、今ほら人の目を気にするっていうようなお話が出てきたじゃないですか、うん、私ねあれですよ、あの日本に住んでる方ってねすごい大変だと思う、あのとにかくほら日本ってあの小さな国土の中にたくさん人が住んでるでしょ、うん、それでちっちゃい頃からそのなんていうのかな、あのみんなの集団の中に入ったら目立たないようにとか変なことやらないようにってこうね、あのどんぐりの背比べじゃないですけど、目立たないってなんとなくこう教えられてくるとかあるじゃないですか。そうですよ ね、それでちょっとでもほら人と違うことをやったりとかねするとすごくこうバッシングされたりとかするでしょ、うん、でそれでまたそのなんだろうな、あの精神的にダメージが加わるようなやり方であのダメなんとかなバッシングしたりとかってこと起こるじゃないですか。でね、うん、すごくね日本は大変だと思いますよ、皆さん生きていくために。私そんなふうに思うんですけどどうですかザリーさん。いやー、うん、そうだと思います、自分自身もそうだったし、うん、そのまずはそのなんだろう、親の顔色をかがって生きるっていうことがスタンダードですよね。そうですよね、まずは、ね、認められようとか、うん、取っかかりをね、うん、先生だったり、うん、親だったり、うん、そういう、まあ、自分より年上の人というか目上の人にいかに好かれるかみたいなところがこう評価っていうんですかね、うん、そうですよね、なんか評価のされ方とこう同じような感じがすると思うんですけど学校でも、うんうん、なんか基準があって基準からはみ出た人は悪いみたいな、それありますよね、あるある、うんうん、それはね、あの特に私も半分自分の人生の半分以上日本にいないんですよ。だからどっちかっていうとあのなんていうのかな、外国人の目で日本を見ることがすごい多いんですよね。だからね、成田にね、うん、到着するじゃない、そうするとね、はい、到着した途端にねなんか日本人のふりをしなきゃいけなくなる感じするんですよ。本当本当本当で自分の動きがほらいつも大陸オーストラリアに住んでるでしょ、だから動きとかそういうなんていうのかな、身振りとか声がまず大きいじゃないですか。でそれをまずトーンダウンするところから成り立ついたら始めますね。
すごい大変だと思う、みんな。うん、で、全然キヨミさん、日本人っぽくないけどね。いや、かなりね、だから、ね、それでもう落としてる。結構2日ぐらいね、なんだろうな、アジャストするのに時間かかるんですよ。そう、なんか日本の人に変に思われないようにってやっぱね、ありますよ、日本行くと。だからね、これを多分日本の人ってね、一生やらなきゃいけないんだろうなと思うと、すごい大変だと思います。うん。うん、でもなんかその時代がちょっと変わってきたような気がしません？なんか最近ね。しますね。うん。それになんかそれがおかしいんじゃないかって気がついてる人がね、増えてきた感じがします。うん、どうですか、サリーさん、その辺は。もう本当にそうだと思って、うん、こうやってソーシャルメディアができたのも結構関係あるんじゃないかなと思うんですけど、うん、個人がどんどん発信していく、こう世の中になったっていうこととか、うん、あとはその終身雇用がなくなっちゃった。うん、ああですよね、崩れてきちゃってるっていうことで、うんうん、自立していかないとまずいなみたいに思っている人が増えてきたんじゃないかなって思うんですよね。そうですよね、うん、あとね、ちょっとすごく外国に住んでて思うのはね、ちょっと心配だなって逆に思うところがあるんですよ、うん、日本のね、うんうん、すごくほら心の病気になる人最近多いじゃないですか、日本で。で特にね、男の人、うん、男の人の方がデリケートなんでしょうね、心が。だから特にその世の中が昭和のね、いい時代と違ってすごく変わったじゃないですか、いろんな意味で。昭和の時代はみんなほら出身雇用制でみんな仲良くしてね、生涯会社に勤めてみたいなあったじゃないですか。それがもう本当に崩れてしまって、でそんなことになって、まあ、バブルが弾けて、それからね思うんですけど、男の人がね、なんかどんどん心を病んでく率が高いのかなっていうのはちょっと心配ですね、今後の日本がね。うん、多分ね、女の人もね、そういう状況下は一緒じゃないですかね、大変なのはね。だけど、うん、女の人が男の人にも頑張れるのは、多分ほら女の人って子供産んでたりとか守らなきゃいけないものがあるでしょ、たくさん、特に母親になると。だから、うん、ある意味その死んでたまるかみたいなところがお母さんになるとあると思うんですよ。強くなるわけですね、強くなっちゃう、女性は ね、うん、でも男の人って例えば一生自分が忠誠を誓って、ね、頑張って生涯を捧げるつもりでいた会社が急になくなっちゃったりとか、うんうんうん、生きがいが急になくなっちゃったりとかすると結構脆いのかなっていうのはちょっと心配ですよ、日本が。ね、だからその企業に勤めてても、うん、やっぱり自分発信できるように、ええ、うん、ちょっとなんかみんなが備え始めてるような気がするんですよね。そうですね。だからね、うん、そんな意味でね、今ね、例えば実用本とかビジネス書ってすごく人気がありますじゃないですか。もういろんな本がもう毎日のように出版されますよね。はいはい、でもその中にあってね、全くそのトーンの違う今回サリーさんの出しになったこの黒猫本ってね、私すごいと思うんですよ。タイミングもすごいと思うし、あとなんて言ってもね、書かれているそのなんだろう、トーンですよね、雰囲気がなんかね、セラピールームみたいな感じなんですよ。それでところどころほら黒猫が教えてくれたことが9つ出てくるじゃないですか。で、主人公のカオルは最初ほら疲れた疲れたってもう何回も連発するような感じでバーにたどり着いたでしょ。その香りがその猫に教えてもらうことによって変化していく過程が分かるじゃないですか。だから多分その状況、うんうん、シチュエーションは違うけども自分に置き換えてあの本を読む人はきっと多いんじゃないかなと思いますね。なんか先ほども水越リーダーとこの間ちょっと話したんですけど、はい、水越さんは猫の方に自分を重ねながら、はい、読んでたと。はいはい、うん、だからカオルに照準を合わせる人とかカオルになりきる人と、はい、猫として、はい、あ、自分もそういうことを教えたいっていうような人もいるんだなっていうのを知って、はい、私もね、うん、猫でしたよ。あ、猫でしたか。猫寄りで見てましたね。猫寄りか。猫寄り。じゃあ猫で読める人っていうのはもう黒猫思考なんでしょうね、黒猫思考なんですかね。そんな気がします。そうですね、今ちょっと登場人物を皆さんにぜひご紹介していただきたいと思うんですけど、ちょっと画面の方も変えて皆さんに、はい、広めしていこうと思うんですけども、はい、登場人物が非常にこうユニークなキャラクターが出てくるんですよ、今回ね。それで、まあ、今お話に出てきた、カオルとライオンっていうのももちろんそうなんですけども、それ以外に登場人物がいるんですよね。
ちょっとあのサリさんの方からご紹介していただいてよろしいですか。お、すぐ出てくるかな。はい、今ねテロップポーンと出します。はい、ほうほう、はい、登場人物、はい、あ、そうか、こっちで出せばいいのか、ちょっと待ってね。はい、じゃ登場人物出しますよ、うん、はい、皆さんのツイートは嬉しいですね。嬉しいですね。あのサリさん、ところどころツイートをぜひご紹介してあげてくださいね、うん、はい、アズマックスさん、ありがとうございます、はい、5を病んでいたって何も解決しないから、だから5を病むのをやめた。あ、素晴らしいですね。はい、女性は強いねっていうね、うん、コメントも来てます ね、 強いね。はい、あ、お待たせしました。今出てきました。ストーリーと主要登場人物ということなんですけども、まずね、お、どこに出てる、あの、うん、ゲストの方に出てます。仕事を辞めて、はい、自分探しに沖縄に来た元 OL、まあ、カオルですよね、主人公がね、はい、そしてライオン、そして、もう2人ちょっと主要人物になる方がいるんですけども、夏木さん、はい、この方はどんな方でしょうか。夏木さんはですね、はい、実際に、あの那覇 の、 あの舞台になったルカインドっていうカフェバーのイケメンバーテンダーなんですよ、はい、超かっこいい人なんですよ。おー、いいですね、うん、あ、じゃあこの、この5本の中に出てくる夏木さんとかなり人物的には近い感じですか。うん、もうな、私の中で夏木さんだと思って書いてますね。あそうなんだ。じゃあ、 あれですね、サリーさん、あの黒猫本ツアーみたいな感じで、ご当地巡りみたいなツアーが来年できるような感じしません？いや、これかなり楽しいと思います。面白いと思うよ、うん、実際にもう店や人が、はい、あのいるんですよ。なので楽しいですよ、かなり、はい、なるほど。どんなイケメンだかって気になりますね。沖縄のイケメン、ね、沖縄の人ですか。夏木さんは、夏木さんは埼玉、埼玉から沖縄に移住された方で、沖縄に移住して、はい、そのカフェをやってる方なんですけども、ね、はい、なるほどね。私の家のめちゃくちゃ近くなんですよ。ああ、そうなんですね。もう本当毎日のように行ってたりするような、はい、もうあのカフェバーなので、コーヒーもすごく美味しいところなんですけど、なるほど。まあ、ご本をね、読んでいただくと分かるんですけども、まあ、この夏木さんのバー、ルカインドにいるのが、うん、まあ、登場人物のライオンなんですけど、あのね、面白かったのはね、最初にあの本を読ませていただいて思ったのは、私もすごい猫大好きなんですよ。うちも飼ってるんですけど、でね、猫があのお会計教えるのよね、夏木くんにね。あれすごい猫好きの人、わかるわかるって、そういうところありますよね、あれね、猫が。わかるわかる、うん、わかる、うん、そう、猫が、猫ってほらなんかいつもあの上から目線なとこあるんですよね。でも俺がいなきゃまあ何もできないだろうみたいなのがあってで、ちゃんとほらタイミングよくね、お会計するのね、あのライオンちゃんがね。だから猫好きにはね、結構たまんないですよ、猫があの人間みたいに喋るみたいなっていうシチュエーションね。うん、そしてサリーさん、もう一人の登場人物なんですけど、翔くん、翔くんですね、はい、翔くん、この方はどんな方なんでしょうか。翔くんはですね、はい、この本を書いている時には1回しかお会いしたことなかったんですよ、はいはいはい、でも実際にいらっしゃる方なんですけど、あの紹介じゃないといけないバーがありまして、ネズミっていうバーなんですけど、はい、ネズミですか。そう、ネズミっていうバーで、そこの、バーテンダーというか、まあ、オーナーさんというか。へえ、ね、ネズミって本当にネズミって名前のバーなんですか。本当にこれネズミなんですよ。本当にネズミなの。そう、本を書いてる途中でそこに行くことになって、でネズミで、はい、ネズミかみたいな、ネズミかみたいなでもすごいです、あの皆さんを連れて行ってあげたいバーですね、はい、なるほどね。いや、もうこれはそうなってくると、まあ、今日はアマゾンキャンペーンですけれども、まあ、サリーさんのファンってね、男性女性半々ぐらい、あのまんべんなくいらっしゃると思うんですよ。なんかね、私今ふっと思い浮かんだんだけど、絶対ツアーできるような気する。特になんかね、あの女性のツアー、サリーさんと行く黒猫本ご当地沖縄ツアーみたいな感じ、いや、かなりもう、うん、
目いっぱいです。楽しいです。楽しいと思いますよ。私もね、だからほら、冒頭に申し上げたんですけど、沖縄も大好きで、本当に移住しようと思ったんですけど、沖縄ってね、時間がね、本州よりもスローに過ぎて気しません？スロー、夜が長い。長い。そうなの、そうなの。それで、人の、沖縄人の話し方って、すごい癒されません？私すごい好きなんですよ、沖縄の人の話し方って。すごい癒されますよね。そう。でね、よく聞かないと分かんないの。すごくこう、アクセントが強いから。まあ最近の若い世代は違うかもしれないけど、ちょっとほら、沖縄のおじいちゃんおばあちゃん世代の人っていいじゃないですか。で、那覇の中心というよりは、ちょっとほら、少しね、上の方とかに行くとね、おじいちゃん、なんだっけ、サトウキビのやってるおじいちゃんおばあちゃんがいるじゃないですか。そこ行くとね、よく聞かないと日本語が分かりづらいけど、でも分かんないけど、あのトーンがすごい心が癒されるんですよね。あとね、サリさん、あと沖縄住んでいいなと思うところってどんなところですか？いいなと思うところ、そうですね、思ったより暑くない、はい、意外とね、意外とね、体が多分慣れてくるのがあるのかもしれないですよね。ね、なんか湿気がいい感じなんですよね。ああ、そうそうそう。なんかこう、肌がしっとりっていう感じで、きっと適度なね、保湿力もあるんですよね、気候自体がね。あとね、私、沖縄の好きなところってね、多分サリさんも日中行かれると思うんですけど、国際通りのあたりにすごい古いマーケットとか市場みたいになるじゃないですか。ちっちゃいお店がもうギシギシに入ってるところ。ね、そう。毎日通ります、毎日。あそこいいですよね。あそこを毎日通って、ね、チェーンスコーの、はい、おかみ食いをしながら。おかずね。歩く。そうそう。で、チェーンスコーもいろんな種類があるのよね。昔のオリジナル以外になんかパイナップル味とかいろんなのがあって、沖縄のお菓子でね、美味しいのね。そう、私国際通りの市場すごい大好きで、特にその市場のおばちゃんで、多分昔の戦争のなんていうのかな、お年子って昔は言われたと思うんですけど、ちょっとこうハーフの、ね、沖縄人の人いるじゃないですか。でハッとするぐらいすごい綺麗なんだけど、でもすごい沖縄のおばちゃんみたいな。で、魚もさ、あそこに置いてある魚が熱帯魚だったりとかするじゃないですか、綺麗な色のね。雰囲気たまんないですよね、カオスな感じで。すごい大好き、沖縄は。なんかまた行きたくなっちゃった。ぜひぜひ。なんかね、やけにもやし売ってるんですよ。もやし？もやし。なんでだろう？おばあがね、いっぱいあって。こうなんか、夜間みたいなので売ってるんですけど、ここももやし、ここももやし、あそこももやしみたいな感じで、誰からもやし買えばいいんだろうかみたいな感じなの。もやし自体があって。もやしね。あとはなんかほら、沖縄のご飯ってさ、なんかさ、お弁当とかもさ、何でも揚げ物じゃないです？あれ、暑いからかなと思うんですけど。とりあえず揚げればいいみたいなね。とりあえずもう全部揚げとけば安心みたいなのがあって。天ぷらが売ってるんだけれども、なんかね、何が上がってるのかわからない。そう。すべてが揚げ物になってるからね。で、魚とか書いてあるんです。そう。食べてみてわかるみたいな。何の魚っていう。そう。あとね、結構沖縄の料理の好きだったのがね、沖縄って結構豚料理多いじゃないですか。それで、豚のお肉をもうね、トロトロになるまで、ね、煮込んだお料理があるんですよ、沖縄で。そう、うん、で大概沖縄のお店行くとあるんですけども、あれがね、沖縄の味、私にとってみると、懐かしい。ツアーしなきゃですね、これ。沖縄ツアーやりましょうよ。女性限定で、でもどっちかっていうと本当は今いらされたい方は男性なのかもしれないから、男組と女組みたいな感じでなんか2回ぐらいやったら面白いかもしれないですね。いいかもしれないね。はい、では皆様からの書き込みもご紹介したいと思います。今日ちょっとお話にのめり込んでしまって、なかなか皆様のコメントご紹介できなくてごめんなさいね。前半戦の、中盤ということでご紹介したいと思います。はい、混沌の中に真理があると、まさに国際通りの市場はそんな感じしますね。ありがとうございます。佐藤さん、バーネズミって村上春樹の小説みたいと、
確かにちょっと小説の舞台に出てきそうなあの雰囲気なんですよね。あの黒猫坊の中に入ってくるのもね。はい、はい、チンスクを食べてくだされとね、あのいろんなお味がありますけど、私はあのオリジナルバージョンとパイナップル味が結構好きなんですよね。はい、ありがとうございます。与太さん、大分からありがとうございます。飯田さんからいただいています。沖縄の夏は何が、あ、太陽が痛いですと。確かにね、昼間は、昼間はね、だから皆さん結構午後のちょっと日が落ち着いた時から、あの夕方くらいからね、あの出かけしたりとか結構ありますよね、うん、はい。伊藤さんからいただいています。まさにその通りだと思うと、女が怖いと感じる時がありますと。オリジナルのコメントは何だったんだろう。沖縄の素敵な、ツバコンって知ってますわと。あ、楽しみ。なんかあのソーシャルメディアらしいですよね。そういうところからご縁がつながっていくみたいなね。僕が生まれた南イタリアは沖縄によく似てますと。アントニオさん、イタリア人の方なんですかね。え、素晴らしい。ちょっとイタリアでも沖縄に似たところがあるんだしですね。そうなんですね。ねえ、はい。母ちゃんさん、ありがとうございます。昔、大切なことはみんな猫から教わったって本がありませんでしたっけと。猫関係の本は結構ね、あの人気ありますよね、強い人気がね。はい、あ、これいいですね。陽太さん、ナンクルナイサーって沖縄の人よく使いますよね。はい、出てきますよ、本にも ね、よく出てきますよね、本にもね。はい、ラフテー、豚の角煮美味しいですよねと。はい、ずっと猫で投稿してたと。田畑さん、ありがとうございます。東さん、先月息子が沖縄に行ってチンスクを買ってきたと。他にも、沖縄には、ひらがなで書く商品がいっぱい。あ、そうですね。あと何だろう、あの、なんかほら卵のお菓子なんかありましたよね。ちょっと名前忘れちゃったけど、うん、そういえばそうかもしれない、沖縄ってね、うん、うん、はい。さあ、じゃあそれではサリーさん、前半戦ということでしたけども、はい、ここで一度お知らせを発しまして、後半はシークレットゲストをですね、クロストークでお迎えしていきたいと思います。それでは引き続き皆様にはコメントや、また、サリーさんへのですね、ご質問などもお待ちしております。それでは皆さん、ここで CM が入ります。幸せ列車に